年16を受賞したぞ。僕はですか。カナダさんがあのロケに出る裏にホットパンツみたいな。あのスピードであるといろんなホットパンツと出会いたいな。そういうなんかロケしてみたい。目覚めましたね、ホットパンツ。いいね、なんかいいんですよね。夏のホットパンツコンテストっていうのを開催したい。なんか夏にぴったりな、なんかホットパンツ。本当にホットパンツ。何かのホットパンツ。湘南でやって、湘南でやって。さあ、続いて。あちらさん。女だらけで。はい。今回、予算が入ってくれたことで、はい、女性陣が4人に増えたんですよね。で、姉妹物だったり、はい、こういうちょっと耳の嫌われっぽいイメージしてたよ。それはもうあるじゃないでしょ、具体的に。年齢層すごい上がってますね。上がりますね。どっちがはるかさんで、どっちがまさびさんだったの。そうですよね。海町ライフいいですね。海町ライフ、果たしてどんなストーリーなんですか。わかりました。さあ続いて予算、はい、サスペンス、一大スペクタクルサスペンスコント、はい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 、できればワンカットで、うわー、15分ぐらいで、15分のワンカットで全員参加で以前やったんですよ。そうなんですか。いやでもあのサスペンスじゃないです、宇宙人総理っていう首相官邸みたいなところをワンカットでやったんですけど、でもサスペンスっていうのは新しいから、途中まで、え、これコントじゃないのって、本当にドラマかなと思わせるぐらいシリアスに使って、はいはい、最後ですかって気持ちで、しかも生放送だったら大変だと思う。なるほど、ハードル上げます。内村さん、これやりたいみたいなことはありますか。これはあの笑い犬でもやったことあるんですけど、シャッフルコントって一回だけやったことある。シャッフルコント、人のキャラをやるんですよ。なるほど。俺は今ゲスをやりたいの。ゲス。それ前も言ってますね。いい仕事だね。あれを俺がすっげえやりたいの。すごそうですね、内村さんのゲス。こういろいろチェンジすると面白い。ホットパンツやってみたい。確かに僕がですか。見てください。いいじゃねえかよ、ちょっと後くらいカラオケ行こうぜ。帰ります。何か